さあ21時になりました。ウィーケンドザランページ放送していきます。お相手はザランページフロームエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクです。皆さんこんばんは。こんばんみということでね、もう生放送でございます。この、ね、電波を通じて僕らと皆さんは今つながっております。よろしくお願いします。当たり前のことをそれっぽく言ってるやつや。そりゃそうでしょ、うん、当たり前なんてこの世にないんですから。あ、やべ。さあということで今週月曜日はね、成人の日でしたということで、新成人の皆さん改めましておめでとうございます。おめでとう。もう我々はね7年前の話ですよ。そうですよ、うん、成人式、うんうん、まあ新成人になった瞬間覚えてます、うん、リクさん覚えてるよ。みんな悪いことしたらあかんで、うん、もうダメよ。今まではねこう怒られて住んでたことももうダメよ、うん、逆にね叱ってあげなあかん立場になってきてるからね、うん、そこだけこう親御さん迷惑かけんように。そうですね、うんうん、なんかね自分で責任持った行動で。でもねなんか学生の頃はね、すごいなんていうのこう行動範囲とかねやることとか限られてるわけじゃない。勉強してとか部活にやってとか、うん、でもなんか20代が大人になったらやっぱ自分の夢を追いかけたりとか、うん、可能性が一気に広がるんで、なんかすごいポジティブにね考えて、今コロナも大変やけど、うん、なんかそれ以上にもっとこう人生をね、うん、なんか楽しく生きてほしいなってすごく思うんで、うん、なんか本当に笑顔あふれる、うん、20代を過ごしていただければなというふうに思います。あれだから、お家でさ親御さんとさ一緒に酒でも飲んで、うん、どんくらい自分が飲めんのか、うん、知ってみるのも面白いんじゃない、うん、そういう時間もいいと思いますよ。体壊さない程度にね。そうそうそう、はい。ということで本当におめでとうございます。ということでそろそろ行きましょう。ウィーケンドザ・ランページウィーケンドザ・ランページお相手はザ・ランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクです。改めましてよろしくお願いします。ということで番組終了後9時30分からはニコニコチャンネルでのスペシャルな動画配信を行いますので、そちらもお楽しみに。ということでツイッターではハッシュタグ RMPG でツイートたくさんお待ちしています。それではこちらのコーナー参りましょう。ウィーケンドニュース。来ました。今宵もやってきました。皆さんこんばんは。ウィーケンニュースの時間です。でここからはランページに関する出来事やウィーケンに関する出来事などなど最近のトピックスをニュース形式でお届けします。では本日のニュースラインナップを紹介しましょう。ランページ新作 MV はトンネルの中。ディランやディラン。先日 The Rampage from Exile Tribe の新曲 Ray of Light のミュージックビデオが公開となりました。今回はトンネルの中でシーンがメインになってますが、果たしてどのような撮影だったのか、この後たっぷり聞いていこうじゃねえか。続いてはこちら。リク新作ミュージカルの顔合わせに出席。ザ・ランページフロムエグザイルトライブのリクさんが主演を務めるミュージカル天使についてで堕落天使編その顔合わせが本日行われました。かなりの緊張感を持って参加されたということで、この後ご本人に詳しいお話を伺っていきますということで。にゃとまあまずは一本目のニュースだ。ランページの新作 MV トンネルの中どういうことなのじん説明してくれ。そのまま行くんやったら多分自分が首締まるで大丈夫結構きついと思うでそのテンションでやっていくの残るからねこういうのってデジタルタトゥーで残りますから一生言われますからねこういうとこの一言ってまあ今回ね、レイオブライト YouTube 公開されてまして今急上昇にも上がってますが、トンネルの中での撮影がメインなんですよね。そうね。で、千葉のねとある場所で撮影をしたんですけれども、うん、あのトンネルの中にねアメ車をもう十何台と、そうよ、入れまして照明をつけまして、うん、大きいカメラを入れてですね、本当に結構100人規模ぐらいでスタッフさんもいらっしゃったのかな、ね、100人いないぐらいの、うん、結構大人数で何十人と作業してくださいまして、完成することができました。ということで MV のね感想、うん、届いてるんですけども、はい、宮崎県在住のヤギちゃんさん、ジンくんリクくんこんばんは。こんばんは。レイオブライトの MV かっこいいしかっこいいです。ありがとうございます。私の中ではリクくん2回目の君のレイオブライトとジンくんの一人だけの右ターンが大好きですと。この曲でリックの高音&高音対、高速&高音大変だったかと思いました、うん、MV 撮影の裏話あったら教えていただきたいです。これからも応援続けます。ランペ最高というメッセージいただいてますけれども、なんか撮影の時の日はあります？ジン君。そうですね、まあ、パフォーマンス部分で言うと、例えばサビ、うん、サビの部分ね、縦にずらっとメンバーが車の上に乗って踊ってるんですけど、うん、あれって一人一人のアップのシーンが映ってるんですけど、うん、あれもちろん同時に撮れることわけがなくて、うん、一番最初ですね、まあ、前のまこっちゃんとかいっちゃんをカメラで抜くわけですよ、うん、その分僕らは後ろなんでもう一緒の風に踊るんですけど、ミケル問題とかね、って終わったら、いっちゃんとまこちゃんたち履けて、その二人が乗ってた車を
わざわざ出すんですよね、トイレ、トンネルのその、うん、外側のところに、うん、でその後にもう一回カメラを寄せて2列目のメンバーを撮るっていう作業を延々繰り返して撮ったんですよ、画角に入んないよね、はい、これがかなり大変で、うん、なんであの映像としてはパンパンパンって切り替わってるんですけど、うん、そういうすごい原始的なやり方をしながら撮影をして、うん、あの0コンマ何秒の自分のシーンを作り上げたっていう、内容になってるので、いやあれはえぐいよね、結構後ろの一番海星とかはもう十何回多分踊ってるんで、本当かわいそうだった、ね、後半ヘトヘトになってるんですけれども、うん、まあね、パフォーマーチームはそれでもこうその一瞬に全力を注いで踊ってるんで、うん、パフォーマンス部分はそういう感じかな、うん、で裏話というか、まあいろんなところでねメンバーが話してると思うんですけど、うん、床がね LED でサスペンダーにハットかぶってるシーンがあるんですよ、うんうん、で踊ってる3列で踊ってるんですけど、うん、あそこが撮影が多分2時とかやったんですよ ね、 そうね夜中の、うん、で3時、僕は朝3時半集合やったんで、もうほんと24時間起きてるぐらいの瞬間で、うんうん、もう頭の中結構パニックなんですよね、疲れもあるしでもちゃんと大人だったみたいな、ね、でも表情も決めな感じみたいな、うん、でそこでカメラのトラブルがあって15分ぐらい時間が空いたんですよ。そうなんだよ。でね、床の LED がねランダムにこうバババッと光がこういろんな色に光ったり、赤やったり黄色やったり光るんですけど、よく見たらいやこれ法則あんぞってなって、うん、なったね、赤がパネルの中央から1個下2個下、そして左の前に行って右の下に行く、これ法則あんぞってなって、そっからその赤だけを踏むゲームっていうのをメンバーでやってたっていう山翔とまこっちゃんとチンクで、はい、山翔がプロなんですよね。トン1 2 3 4 5 6 7 8 1ここで1で戻んねん、ここで1戻んねんね山翔、ここからもう一回中央で踏まないと延々それを、で他の十何人のメンバーはもう すっごい薄い目に僕らを見ててみたいなね。あ、そこについても感想がということで、もうなんだ、はい、山口県左胸にカルボナーラさん、久しぶりです ね、 名前やばいな、MV 最高すぎます、マイケルジャクソン感強くて大人っぽすぎて 色気ありすぎて一人で頭抱えました、うん、こんなに素敵なグループランページだけです、今年もランページらしく駆け抜けてくださいと。うそ、いやまさかねそのパフォーマンスの裏にそんな休憩タイムがあったとは多分皆さん思わないと思うんですけど、俺ね寒かったじゃない、はいはい、ストーブさ椅子待機場所にあったじゃん、うんうん、あそこで俺スタッフさんが差し入れしてくれた焼き鳥がキンキンに冷えたから、そのストーブで熱し直して食ってた、うんうんうん、おお、そうそうそう、スタッフさんがね差し入れしてくださったんですよね。そしたら食レポしろってカメラ1個置いてあって、はいはいはい、もうやめてやみたいな、休ましてよみたいないやいや、もうそういうとこも撮るんですよ、やっぱりね、撮れたから仕事人出ちゃったね。はい、そんな感じですかね。はい、そしてリクさん、はい、新作ミュージカルの顔合わせ出席ということで、今日あったんですけども、はいはい、今日午前中にねみんなで顔合わせして自己紹介して、でもね、このこういうご時世ですから、はい、フルメンバースタッフさんチームフルメンバーではなくて、うん、まあその最低限今日ね関わらなきゃいけないスタッフさんが来てくださって、うん、で演者全員集まってで自己紹介だったりとか、そして本読みっていう言って台本をねセリフをこう読んでいく作業があって、うん、っていうものがあったんですけども、はい、なんかエターナルの一番最初の頃を思い出しましたね。うん、うん、やっぱこうなかなかこう天使についてダーク天使編ということで結構内容がですねかなり難しいので、うん、自分自身ねもっともっとこう台本読み込んで稽古していく中で自分の役だったりとか伝えたいことっていうのをちゃんと明確に具現化して表現できるようにやっていかなきゃいけないなというふうに思ったんですよ。ああ、なんか挨拶みたいなのするんですか、そういう時。あ、したした。うん、だからうちのね事務所のさ、うんうん、偉いさ相村さんがさ、うんうん、エグゼクティブプロデューサーだから、あ、なるほど、来てくれて、こう激励の言葉をねくれて、はいはいはい、でそこからまあ僕から順番に挨拶したんだけど、まあこんな時だからこそエンタメの力は無限大だと思うので皆さんと一緒に記憶じゃなくて心に残る作品作ってやりましょうっていうね、ちょっと名言出ました。かっこいいこと言わせてもらいました。はいはい、はい。いやね、ファンの皆さんも多分期待大やと思うんでね。そうですね。またエターナルとは違うじゃないですか。メンバーも出ないし。ね、めっちゃ不安なのよ、それが、うん、正直。めちゃくちゃ怖くて。うん、しかもやっぱ他のキャストの皆さんは、うん、もう芝居一筋でね、うん、やられてこられた方の中で、こう自分もね、ま、混じってやらせていただくから、うん、本当にこう、なんだろうな、胸を借りるつもりで皆さんから学びながら、うん、また一つ表現者として強くなっていきたいなと思ってます。ミュージカルなんで曲も結構覚えないといけないじゃん。そのセリフもそうだけど、えぐい、やばい、16曲、うん、アルバムやん、フルアルバムやん、うん、アルバムすげえな、やばい、マジでやばい、俺が覚えただけで16あるってこと、えぐくない、すごいね、めっちゃ歌うやん。ほぼ
ほぼずっと歌ってんじゃないかぐらいの曲数だから、まあね、絶対にランページに持ち帰る気しかしてない。おぉ、うん、頼もしい。持ち帰れる、これは。うん。うん、じゃあ、リクさんが16曲覚えてる間に、俺は16個の雑学覚えとくな。絶対ランページに持ち帰るから。ハードル低くない？いや、絶対俺は。だって1日2個か3個かさ、やってたじゃん。一週間で終わるよ。めっちゃ。その顔やめろ。めちゃくちゃ緊張してる、今。俺も。おい。しばくぞ。じゃあ、ということで、引き続き、皆さんもね、応援してあげてください。はい。ということで、以上、ウィーケンニュースでした。はいはい。ここは、謎多き都市、エジプト。多くの古代建造物が立ち並ぶこの町で、危険を顧みず、冒険を続ける人々がいた。未確認生物発見のため、今日も彼らは突き進む。そう、彼らの名は、ウィーケン探検隊！いたたたたた。いやー、かれこれ2ヶ月以上大きな穴を落ちていたが、ようやく落ちきったみたいだな。普通に言ってますけど、全部体調のせいですからね。すまんすまん、リグボーイ。にしても、真っ暗で何も見えないな。一体どこなんでしょうか、ここは。うわっ、眩しい。何これ、すごい人。え、ステージ、リクボーイ、ここはおそらく千葉県にある幕張メッセ、その特設ステージの上だ。なんでそんなことわかるんですか。え、ステージの上ってどうすればいいんですか。おそらくパラレルワールド的なサムウェアに時空移動的なサムシングしてしまったんだろう。いや、急な SF 展開。まあ慌ててもしょうがない。まずはリスナー調査員から届いた未確認生物の情報を紹介しよう。いや待って、こんな大勢に見られてるのに。大丈夫だ、俺らのメンタルは鋼だ。福井県萌次郎さん、最近雪が降ったりで朝が寒すぎて布団からなかなか出られないのですが、これって遅刻してもいい妖怪なのでしょうか。いやあ、それは遅刻してもいい妖怪なのか。え、聞くな聞くな、聞かれてるから質問で返すな。これは令和版雪だるまなのかもしれないな。ちなみに僕は遅刻野郎は大嫌いですけどね。うわ、遅刻は絶対あかん。時間は守ろう。守るためにある時間。あ、見てください、目の前に、僕の目の前には未確認生物ちっこくちっこくがいるぞ。このちっこくちっこくに遅刻してるとこ見られたらすごい怒られるんだからな。ね、結構割としっかりめに注意しますよ、僕。気をつけてくださいね。気をつけて。はい、令和版雪だるまということで。雪だるま、雪だるま。待って、またすごい、福井県萌次郎さん。え、今日ローソンに行って人力の告知を聞こうと思い、10分前から車でスタンバイして、1分前入店したらちょうどザランページでしたで終わっていたのですが、これってアラサー人力爺さんの仕業ですか。いやいや、俺らの仕業じゃないでしょそれ、うん、萌次郎さん、萌次郎さん、あなたのタイミングが間違っただけやな。で、なんて名前なんつった今。萌次郎。じゃあ俺らの、アラサー人力爺さん。誰がアラサー人力爺さんやねほんまに。いや待って、青か、そのまま言っただけ。誰がアラサー人力爺さんやねほんま、頼むわ。やば、これ今語尾書いてんのは、いつでもここだけ切り取れるように。やば、取れ高男や。そうな、ってかこれ時間決まってんすか、ローソンのやつって。じゃないらしいよ。そうなんすか、知らないですね、うん、まあ車から出る時間見誤ったなこれ。うん、ローソン CSA ステーションって大声で言っといてください。じゃあずっと罰です、僕らは。はい、続きまして、はい、大阪府蓮類さん。はい、コンビニでレシートをもらいたいのに勝手な判断で処分されてしまいました。すいません、レシートくださいと言うとゴミ箱から丸めたレシートを渡されました。いや汚いねん、ぐちゃぐちゃやねん、再発行してよ、うん、どない。ああ。です。それはもうノーエコーマン、ノーエコーマン、ノーエコーマン、これよくないな、うん、これダメですね。僕もともとコンビニで、はい、バイトしてましたから、はい、レシートは絶対こういらないですって言われるの、はいはいはい、言われてからしてる。うん、それまではもうレシ、お釣りとレシート一緒に渡す、これ鉄則です。いや絶対そうですよ。だから僕はこの時はもう絶対的にもう僕はレシート欲しいんで、うん、もう絶対ね、年末調整したいんで、もう100円のお店でも具体的なこと言うな。レシートもらうんで確定申告ね。僕はお釣りをもらうでしょ、うん、お釣りをもらってもずっと手を出した状態でずっとし続ける。おで手を押さえちゃうと言ったら
もうあいらんのかなって勝手に思われちゃうんで、はいはいはい、ずっと足し続ける、うん、そしたらもう気づくんでこれレシート欲しいんやなっていうので、ねうん、ちゃんとやった方がいいですよ、うん、言った方がいいです、ね、レシートくださいって言っちゃう。あまあまあ、うん、それは間違いないね、うんうん、偉いです偉いです、はい、続きまして、はい、シャングリナさん、どうしたの方ですね。体調聞いてください。どうした、何かを頼むたびにはい5万円などと言ってだらがらみしてくる先輩がいるんですけど、もしかしてこれって新種の未確認生物のせいでしょうか。これはもしかしたら未確認生物リクさんかもしれない、ね、え？リクさんは結構言ってますよ。え、俺？だって番組の企画でもはい現金ねとかいつも言ってるねえ、はいこれ買ったら現金ね一緒だ、これは未確認生物リクさんだ。ああバカがめついよ俺、えぐ、うん、リクさんはねよく言ってますよ。罰金ね、罰金スタイルだってすぐ僕がなんかさっきもそうですけど新しい服とか着たらすぐに視聴者プレゼントにしようとして身ぐるみ剥がされるから身ぐるみ剥がしまんいやでもね確かに先輩に言われたのかな、先輩に言われる、誰がら先輩に言われるとちょっとねきついよね。てかさ、その誰がら見したけど1回とかだったらまだ分かんないけどさ、 だるそうにさシャングリアさんがしてんのにさそれ気づかず繰り返しさ、まあまあまあ、こすってくる場合は、ね、ただのあの頭あのおバカちゃん先輩やな、ただの、うん、って言いかけてんの自分にもう今日帰る帰るぞ2人のうち1人が帰れますよ続きまして、どんどん行きましょう。栃木県つびつびさん、体調聞いてください。どうしたそれやめろ体調聞いてくださいどうした体調聞いてくださいどうしたすいません、生放送すいません、あ、読みましょう以前人の話を聞かない私の父が確認生物のムーディー勝山さんであると隊長に認定されました。右から左へ。しかし、はい、私の母が 未確認生物かもしれないのでまた判定をお願いします。お、どうした。私の母は一度話し出すと止まりません。お、父がいくら右から左へ受け流しても私が口を挟もうとしても自分が言いたいことを言い終われば絶対に口を閉じないんです。私の母は未確認生物のおしゃべりマシンガンなのでしょうか。おしゃべりマシンガン。おしゃべりマシンガン。おしゃべりマシンガンですね、それはもうシンプルに。もうそれどころじゃないもんな。やばい。今日ジーク面白い。やばい。おしゃべりマシオカン。おしゃべりマシオカンです、これは。いやー、ダメっすよ、本当に。喋り続けたらね。はい、本当に。ちゃんとコミュニケーションをやっぱ取らないと、キャッチボールですからね。間違いない。トークは。ああ、喉痛い。愛知県小毛丸さん、体調崩れ！高野さんが時計見出した。高野さんが時計見出してますもん。こいつらいつまでやっとんねんて。やばい。会社の冷蔵庫に入れておいたアイスクリームなくなってしまいました。誰が食べたんですか。これは未確認生物の仕業ではないでしょうか、と。これはね、これはね、あれですよ、浦川翔平、妖怪浦川翔平です、これは。翔平が、うん、やったわけだ。うちの浦川翔平もね、あの割と最近知ったことなんですけどね、僕らが寮で生活してた時にね、うん、あの朝食でね、僕ら一人一つパンを食べれるっていうね、あったね、設けられてたんですよね。そうそうそう。で食堂に絶対置かれてた、1週間分ぐらい、うん、3日分ぐらいかな、うん、あってコーンフレークとかも置いてあったんですけど、それがね、うん、なぜか1日2日でなくなるんです、うん。でそう、当時は誰も出ないんですよ、犯人が、うん、でもそれで僕ら一時期そのパンストップされたんですよ、うん、もうみんなルール破るからあかんって。そう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 。じゃあそれ正体翔平やったんですよ。あいつがね、あのコーンフレークをね、うん、1週間分のやつをね一人で全部食いよったんですよ。あいつマジでほんまに主食コーンフレークやから、うん、あの時まだね、その家のアイスはまだいいですよ僕らあのもう死活問題なんで、それなかったら。いやほんまにそう本当にそう、うん、そうね、そう、そんなこともありました。あのね、色々現実的にもね、はい、あの本当にこうしんどい部分あったから、はいはいはい、ラスト、トロさん、体調聞いてください。どうした。私の隣の席の上司は仕事中に頻繁に自分のお腹をポンポンと叩きます。仕事で一息つくとポンポン、お昼休憩時にもポンポン、おやつを食べながらポンポン、
退勤前のポンポン、もしかしてタヌキが化けているのでしょうか。あ、踊るポンポコリンです。おサンプリングがすごいな。これ踊るポンポコリンですね。はい、はい、これな、これはね、ポン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 叩いちゃうんですね。うん、なるほどね。わかりますよ、これはね。あの、はい、うちの、あの元マネージャーの吉田さんもそうですから。LDH 社員の吉田さんも。あいつマジでさ、どんどんなんかさ表の人間になってんで、最近さYouTube とか出やがって。あの彼もね可愛いお腹してるんでね、あのスマホ持つときにあのお腹をね、あのこう突っかかるんで、それをね大容器にしてこうやって携帯触るんですよ。ポン踊るポンポコリンです。彼もね踊れますから。もういい加減痩せやっつって。いやー、笑ったな今日やばい。いやー、よかった。さあということでね、だいぶ情報もたまったし、どうしましょうか。どうしようかじゃないですよ。分かってるだろ、リクボーイ。我々がすべきことは、この声援に応えるってことさ。声援に応えるって一体どうやって。それは、また次回ってことで予告いってみよう。幕張メッセのステージ上へと、時空移動した探検隊だったが、目の前には大勢の観客たち。果たして彼らの運命やいかに。次回ウィーケン探検隊最終話、ラストは華麗に決めちゃうぜ。次も探検探検探検ポンポンポン、 It's show time。お送りしている曲はムーン&バックです。ということで、ベーヘムからお送りしてきましたウィーケンドザランページ、そろそろお別れの時間です。いやもうね、次がね探検隊最終回って言ってたけど、本当なんですかね。どうなんですかね。もしまたやるってなったら2ヶ月とかになっちゃうのかな、わかんないですけど。どうせそんぐらいが時間かかるか、ちょっとステージの上で2人がどう繰り広げるのかって楽しみですけど。間違いない、はい、ということで、この後はニコニコチャンネルにてスペシャルな動画配信を行います。皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので、詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください。はい、ここでお知らせです。ニューアルバムレイオブライトが1月25日にリリースです。あと10日と迫っております。表題曲ミュージックビデオね、たくさん皆さん、チェックしてください。そして拡散して盛り上げていただければ幸いでございます。そして番組からもお知らせございます。ほいほい。ニューアルバムの発売が近づいてきましたが、リリースの前後である次回1月21日と、次回1月28日の放送はどちらもアルバムにちなんだ特別企画をお送りします。うん、2週ぶち抜きで盛り上げていきますので、どうぞお楽しみに。ということで、感想メール1個もらってます。お、どうした。もちもちちらし寿司さん。おい、今日の人力深夜テンションすぎませんか。面白すぎてめちゃくちゃ笑いました。きっと疲れてるせいだと思うのでゆっくり休んでくださいっていう、なんかね、いろいろ察してくれてる方がいます。ねぎらいの言葉ありがとうね。ありがとうございます。もうマジで本当そのうちマジで生放送中だから関係なく酒とかぶち込んでるからと思ってるや。これがあの情緒がマックスまであの不安定になってる人の発言でございます。末路末路マイツアピさん、人体ちょっとどうした、ぜひ動画パートでも見たみたいです。ちなみに声だけでも腹ちぎれるぐらい笑いましたということで、死ぬって死ぬって、出るのかどうか分からない。皆さんがそれぐらいのコメントしてくれたら出るかもしれないので、はい、この後動画パートも引き続きね、チェックしていただければというふうに思います。はい、さてウィーケンドザランページ、ここまでお送りしたのはザランページ from EXILE TRIBE リーダーのジンとボーカルのリクでした。良い週末を。バイバーイ。